まあでも麻雀めっちゃやってるって言ってもたかが2000局だもんな。ジャン玉。2000局は多いか。いや多いけど、2000局は多いけど、でもたかが知れてるわ。2000局だもん、たったの。切れてどうすんだこんなんで。上振れ下振れ範囲内だわ。もう2000局と。もう自分の信じる打牌をし続けるだけ、そういうボットになる俺は。麻雀ボット。打数が足りない。普通にもうどんだけラスってもいいから、あと1000局と。今と同じ精度で、もう作業、これは作業です。この精度であと1000局打って、それでも原点すらいけないってなったら、それはもう俺が悪いわ。もう収束するまで面ぶれ起こさず打ち続ける。あとなるべく変な要素が固まらないように月1で名前を変える。これであと1000局打っていけなかったら、もうそれはもう本当にごめんなさい。もうちゃんと周りも見る。ターチャが変な打牌してくるとしても、やっぱ見てた方がそれはいい。それはそう。もう悩まん。ビビりすぎず、突っ込みすぎず、完璧な打牌してやるからな、マジで。ちょっと来年の抱負今できたわ。来年ジャン玉1000局打つわ。1000局打とう。今ここで1ヶ月早いけど、2023年の抱負を、まあもちろんコンテンが目標だけど、まあコンテンに行くために1000局。もう30万人記念30局耐久配信しようかな。心を無にして麻雀を打ち続けるのです。この溜まった怒りはいつか必ずヨースターにお返しする。それまでは溜め続けるのです。怒りを力に。